ガチャリックスピンのボーカルキーボード、そしてセクシー担当のオレオレオナ様です。バイバイ。オレオ様の得意技は放置プレイですが、今日はなんとピアノを弾いている通常プレイをお届けしようと思います。最後まで楽しんでいってね。よろセクシー。それでは今からセキュラライヤーセクションごとに細かく説明していきたいと思います。はい、オレオ様のイントロのフレーズはまず、これがメインなんだけど、私は動きも入れてます。このお休みのとこにうっていうのを入れます。そして回る、回る、これの繰り返しなんだけど、本当はこれが入っています。だけど私は、回るのを優先したかったので、これは省いてライブでは、動機の方に入れてくるんと回ってセットをしています。ここのね、小指がいつもこう遊びに行っちゃってね、こうこれすごいね、実はすごい神経を張り巡らせているんだけど、みんなもこのミの音をこの小指でちゃんとセットするのを忘れずに。そしてその後のフレーズは、これはミをずっと押したまま、こういうフレーズを弾いてます。はい、お次は A メロです。A メロオレオ様は弾いていません。だけど重要な役割があります。まず前半、降りで泣くライオン、これね知ってる、これねライオンだからね、歌じゃないから間違いないように。そして、途中にテールと挟んだ後、急いでボリュームを切ります。そして登ります。セクシー。そして会場を舐めます。こう見るね、ギロギロって見た後のエンジン、オッケー。これね、これをね、こう決め顔、みんなもやってみてね。あとこれね、私ね乗れる仕様になってるのがかなり大きなポイントだと思います。みんなもどうにかして登れるキーボードをゲットしていただきたいなと思います。以上です。はい、お次は B メロ。 B メロオレオ様は歌っているのでピアノを弾いています。な感じなんだけど、私はね、喋りもね滑舌すごい悪いんだけど、ピアノの方もやはり滑舌の方が、
ちょっとだいぶ悪いので、特に、ね、この薬指、喧嘩しないようにね、この中指と喧嘩しないようにもつれないように弾いています。薬指頑張って。こんな感じで、どうでもいい話ですが、最近この何もつけていないこの寂しい薬指、指輪が入らなくなりました。そんな感じで切ない気持ちで弾いています。はい、次はサビです。オレオ様はこのキックをね入れてるんだけど、2、3、4、こういうのを弾いています。で、できる人は左足をっていう感じで、ここをね、最初は筋肉痛になりますが、皆さん家でちゃんとストレッチをしながら、練習をしてもらいたいと思います。ちなみに2番はちょっと違うこと弾いてて、こういうのを弾いています。あと3サビも、1番と同じです。練習してみてね。